俺の区間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあ、アップデートでイベントの方が少し追加されてますので、それについてちょっとまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、それがですね、イベントの一覧の方を一つ追加されてまして、それがこのネットイースゲームズ520、5月21日の発表会のやつですね。まあ、これが、新しくですね、イベントページの方に入っているという風になってます。飛ぶとですね、YouTube の方に飛んじゃうんですけれど、まあ、一応そんな形でですね、ページの方が新しく出ていると。まあ、中国の方でも告知に出ていた通り、19日こうやってですね、まあ、イベントの方が発表されるというような形になるわけですね。まあ、当日、明日ですね、5月の20日夜の8時半から、まあ、YouTube のネットイースの方のさっきのですね、ページの方から、まあ、生放送の方を確認して、新しいですね、まあ、情報とかを確認できるというような形になっているわけですね。で、まあ、今出てますけれど、5月の20日の方ですね、7時30分と10時の方にログインすることによって、まあ、パックがもらえるという風になっていますので、まあ、明日の夜7時半と、あと10時の方はですね、まあ、皆さんログインしておいた方が、まあ、いいのかなという風に思いますね。で、一応ですね、まあ、今回のやつ、パックの方がもらえるという風になってますが、まあ、7時半と、あと10時にもらえるパックの値が全然違うんですよね。まず10時のやつに関しましては、まあ、これおそらくあれかなと、一回こっち戻って、まあ、今回のゴールデンウィークのボーナスの昼と夜の一休みですね、こちらの方を見ていくと、同じ色のパックがありますね。かけらが入っているパックの方になるわけなんですけれど、まあ、一応これがもらえるというような形になっているのではないでしょうか。この見た目のパック、これしかないからな。まあ、ですので、まあ、似たようなパックの方が来るのではないかなと、ピースがもらえる、勲章のかけらがもらえるパックの方が、まあ、おそらく来るんじゃないかなというふうに思いますね。で、もう一つですね。もう一つ、まあ、映ってます7時半のパックですね。まあ、よくあるパックの見た目ですね。まあ、こちらに関しましてはちょっとわかんないですね。はい。まあ、一番この見た目のパックでいいやつは、まあ、シーズンパックですね。シーズン17とかのパックが一番いいのかなと、まあ、いうふうに思いますね。まあ、一番最悪だったら、まあ、荒野チャンプの方にあるんですけれど、まあ、感染予想の交換でもらえるやつですね。引き換えショップのランダムピースパックですね。この右上に映ってます。まあ、これだったら、まあ、どっちもピースパックだからですね。まあ、最悪っていうダブルピースっていうですね。まあ、そういうふうになっちゃいますから、微妙っていう。まあ、そんなにいい中身ではないことっていうのはこの場面でまあほぼわかるっていうですね。シーズンパックだったらいいんですけれど、まあこんなところで配らないとは思いますから、まあちょっとまあ微妙なのかなと正直ですね思いますね。まあですけれどないよりはマシなんで、まあログインだけでいいですからね。わざわざそのゲームにログインするだけでよくて、まあライブの方見に行かなくていいので、ログインだけ7時半とあと10時の方にしておいて、まあ、受け取りだけしてそのまま抜けるでもいいじゃないですか。まあ、そういう風に皆さんされればいいんじゃないのかなという風に思いますね。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなという風に思います。まずこちらですね、チャンピオンシップの当たったコインが全く配布されないのですが問い合わせるべきですかと、予想コインですよね。はい、予想コインは試合結果が出てからすぐ払い戻しがあるわけではなくて、まあ、数日経たないと毎回その払い戻しってのはされないので、まあ、問い合わせなくてもいいと思いますね。まあ、さすがに1週間2週間経っても届かなかったら問い合わせるべきかもしれませんけれど、まあ、基本的に払い戻し遅いんで、まあ、競馬とか競輪とかよくされている方やったらまあありえんじゃないですか。結果が出たらもう秒ですぐですね払い戻しってあると思うんですけれど、まあ、これに関してはまあブラウザ返して結構処理的にも難しいと思うんで仕方ないのかなというふうに思いますね。で次ですね、ショップの KCTL スプレーってなんだろうと、まあ向こうで今大会の方が始まっていて、まあなんか視聴でまたもらえるやつじゃないですか。いつもやってますもんね。視聴したら抽選で、まあゲーム内アイテム、車とかがもらえるとか、まあ金鉱と銀鉱とか当たるとか、まあ昔はありましたし、まあ視聴するだけでなんかポイントが溜まっていくんですよね。でそのポイントを交換してまた別個でアイテムの方をゲットできるんですけれど、まあ、その中に毎回スプレー入ってますんで、まあそれのやつじゃないですかね。はい。で次ですね、公園のアドレスとか登録系本当に危ない気がするので一つもしていません。ましてや電話番号登録なんか初めて聞いたと。まあ、なんかメールアドレス登録系とかは結構登録してしばらく経ってから、まあ、なんか勧誘だったりとかいろいろなんか宣伝のメールが来るようになったって言いよる人は多いですね。まあ、僕もなんか今までですね自分のアドレスに営業のメールみたいなのは来たことなかったんですけれど、まあ、登録してからまあ来るようにはなりましたね。中国の企業とかはまあメールアドレスとかをですねある程度その集めた後リストにして売ったりとかをよくしているらしくて、まあ、メールアドレスぐらいだったらぶっちゃけ守るべき個人情報ではないんで、個人情報すべてを守るべきではないからですね。どうでもいい個人情報を結構、まあ、日本の企業とか日本人は守りがちなんですけど、別に守るようなあれではないんで、そうやって使われることは、まあ、中国企業のサービス登録していくと多いんですけれど、まあ、普通にうざいんでうざいなと思う人は登録しなければいいんじゃないですかね。で、次ですね。届くとしても中国のラーメンちょっと嫌と、まあ、明日のそのイベント、まあ、発表会みたいなやつ、視聴したら中国の方では、カップ麺かなんかがもらえますよっていう風になっていたんですけれど、それに対するコメントですね。まあ、当然
然こういう人もいるでしょうね。中国の食品怖いなみたいな風に思われている方多いと思いますね。まあ個人の主観なんでですね、まあこれは人の勝手なんですけれど、僕は結構その面白そうなんで欲しいなと思いますね。中国のラーメン気になくないですか？どんなカップ麺なんだろうみたいな。結構国によってインスタントの食品ってテイストがだいぶ違うじゃないですか。まあ、それなんかちょっと味わってみたいなってのはありますね。中国のカップ麺ってどんな感じなんだみたいな。例えば韓国のあのインスタント麺、あのなんか辛麺みたいなあるじゃないですか。あの出汁全然入ってない、あんま美味しくないやつとか、あとなんかタイのやつとかミャンマーのやつとか、たまに大きなスーパー行ったらあるじゃないですか。あれとかも結構それはそれで僕好きなんですよね。はい、おもろいでしょ。なんで中国のやつとかもちょっと食べてみたいなっていう気持ちはありますね。で次ですね、運営車両にエフェクトつけるのにハマったんかなと。まあ、既存のですね車両と、まあ、今後そのいろんな車両デザインしても差別化が難しいですもんね。現実の車両もやっぱりですねデザインどっこいどっこいじゃないですか。結構まあ似たり寄ったりの部分ってあるんで、まあ、これ以上小屋コード運営がデザイン頑張ったところでこれってこれと似てないみたいな風に言われるだけだと思うんですよね。まあ、なんでエフェクトつけるみたいな方向性変えてきたんでしょうね。新しいもの出しても差別化がしづらいから、まあ、こういうところでなんか目線を変えていくみたいなされてるんじゃないでしょうか。でもエフェクトあった方が弱いっすよね。まあ、基本的にその白系統とか暖色系にエフェクトってなりがちだと思うんですけれど、この2色って膨張色なんで、あの打ちやすくなりますよね。弾とか当てやすくなりますんで、そういう意味でもまあ本当はない方がいいんですけどね。で次ですね、課金のきっかけもなるし、今回のチャージ特典みたいなやつこれからも増えそうといいっすよね。チャージ特典のやつ、まあ金枠の方はちょっと出づらいとは思うんですけれど、確率低めからですね。まあ、ただないよりはあった方がまあ絶対にいいと思いますんで、まあ僕ら、まあ、課金する人からするとまあねないものができるんでいいに決まってるじゃないですか。まあ、そこで我慢さえできれば、はい、課金して持っている金券を使わずに貯金するっていう計画を組んで貯金するっていうですね、それさえ我慢できれば、まあ、すごくその活用できる手段だと思いますんでいいと思いますし、運営側からしてもその我慢できない人がいたらその分得なんで、お互いウィンウィンやからですね。ぜひこういうイベントとかはこれからも続けてほしいですね。何もない時期にもこういうのがあれば活用手段っていうのが僕としてはできますんで、そうなってくれると嬉しいなというふうに思いますね。ちょっと前にあったあのゴールデンウィークのイベントが始まる前にあった60金券チャージしたらワンチャン金銃当たるかもねみたいな、そういうのもあったじゃないですか。あれとかも良かったですよね。はい、すごいまあ良くて、ただあれまあ期間中に1回しかチャージできなかったんで、毎日そのチャージして得点がゲットできるチャンスがあるみたいな、そういう風になっているとよりなんかいいかなっていう風に思いますね。もうそうやってね、お金入れてから入れた後楽しめる期間が長いっていうのはすごくいいことですから、よりそのお金入れてから楽しめる期間を長くしてくれるようなコンテンツっていうのが来てくれると、まあ、よりその重課金者がお金を入れる意味っていうのができると思いますんでいいと思います。で次ですね、てか地味に結構金枠出ているから倉庫紹介してほしいと。まあ、たまにありますよね、倉庫紹介の動画とかって。まあ、人が好きなのは勝手ですし、人がするのも勝手なんですけれど、僕自身はその動画あんま面白いと思ったことなくて、僕が面白いと思えないものをなんか作ってもなんか仕方ないんじゃないかなっていう、そういうのはそういうのを面白いと思える人が多分作った方がいいと思いますんで、うん、することはないかなっていうふうに思いますね。まあ、もちろんその声優10のアカウントとしてはだいぶ持ってる方だと思いますから、まあそういう意味では悪くないんでしょうけれども、僕があんまり興味ないからですね、どうなんだろうなっていうふうに思いますね。はい、そんな見たい人いないっしょ。うん、まあじゃあこの動画の今日の質問コーナーの背景は倉庫にしときますね。